はい、どうもこんにちは、606です。今回はこちらですね。まあこちらこの中に取引カードが入ってるんですけど、これスーパーレアは書かないけど、ジバニャンと姫ぐらいしかスーパーレアは僕持ってないんですよ。はい、だからなんだって意味ですか。はい、まあノーマルもこんぐらいしかなくて、まあレアもねこれぐらいしかないっていう感じなんですが、なんとですよ、すっごいんですよ、やばいんだよ。はい、みんな知ってるかな、ロケオチトリスカードボトルのスタートバッグ、新しいやつ、それがやばいんですよ。なんとこちら豪華なんですよ。こちら500円で、まあね、あ、540円のこちらロケオチトリスカードバトルのスタートバック取り付き祭りということで、こちら全部がキラキラカードで、どういうことかっていうと、ノーマル、レア、スーパーレア全部キラカード、しかもなんとですよ、ほら、ここには何レアとか書いてないからわかんないんだよね。でもまだ僕あんまわかんないんで、ラインナップもそんなじっくり見てないんで、まあすごいテンション上がってるわけですよ。だから何が入ってるかもわからない。だからね、それを今回大公開したいと思います。しかもな、何レアかっていうのを見せたいですね。じゃあまずは、あ、こういう感じで入ってるんだ、スタートバックって。ほう、この中にいい感じにカードが入ってますね。おお、これは商品紹介しやすい。何が入ってるかわかんないから。で、これは多分だけど、やり方とか、なんか、敷くやつ。うわ、すっごい。見てこれ。オロチとダイヤニャンがいる。かわいい。気絶置き場、容器置き場に、ジェバニャンコマさんがいます。はい、こんな感じ。へぇー。で、裏にやり方が書いてあります。ほうほう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 。勝ちたいなぁ。まあ、これが1枚。これは何だっけ？これは、トゥトゥトゥ、ま、マニュアルシート。マニュだね。絶対マニュアルシート。マニュ。もういいや。はい、はい。はい、はい。どうたたんだの？こうたたんだの？こうたたんだの？はい。これですよ。何が入ってるかわからない。ちょっと、ハサミ持ってきたんで、切りたいと思います。直近、直近、直近。あ、こっちだ。こっち、こっち。では、まずは、1枚目は、はい、あー、うんちくまいるの？ 3, 2, 1。せーの、ドン。百列にかけーということで、やっぱキラですね。あれ、これみたい。これみたい。妖怪羊ウィスパーが、あ、これスタートバック買ってないですよ、もちろん。もちろんっていうか、もちろんじゃないな。まあ、いいか。ここが、この銀のところだけキラです。まあ、これとちょっと違うな。あ、でも若干こっちが、こっちは黄色っぽく光ってて、こっちはちょっとオレンジっぽい感じの、ちょっと色は濃い感じに光ってる。一応光ってるな、こっちも。ほぼ一緒。スタートバックにはこういう感じで入ってるのかな。2枚目、ドン。はぁ、オロチだ！オロチだ！オロチだ！へぇ、強そう。竜のマフラー。ほぉ、いきなりオロチが出ましたよ。続いて、ドン！道草め。これは、多分ノーマルだと。続いて、ドン！ブンブン鳥。これは、まあ、あれですね。あの、なんだっけ、横鳥の進化。進化っていうかわかんない。続いて、ドン、カゲロウ。これも多分ノーマルかな。
続いてドン、座敷わらし。これはかわいい、背景がグリーンに光ってるのがかわいいね。さっきもグリーンで光ってたよな。続いてアットン、からかさお化け。背景が山と山道とこのビル。はあ、キラーだけど、あ、まあ、あー、どうなのかな。続いてドン、おお、ダイヤニャン、ダイヤニャン、え、2枚もあるよ。は、2枚で2枚入って、あとはノーマルとかレアってことか。へえ、ふい、オロチオリは弱いけど、すごいね。このダイヤニャンリアルだね。ほら、鈴とかも、もうメッキみたいな感じでキラッキラだね。こういうダイヤニャン登場してほしい。続いてドン、コマさんかわいい。これはコマさんかわいい。限定かな、踊ってる感じで。こんなコマさん初めて。続いてはドン、あー、そういう、そういう、そういう並べ方。ジバニャン、これは、あ、これとこれが表紙に載ってんのか。で、ブリー隊長なんて出てないよ。ごめんなさい。あー、痛い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 。僕今ね、なんかくしゃみと咳をするとお腹痛くなるんだよ。意味わかんないよね。あとは、カゲロウ。ブリーたちはまだ出てない。百裂肉球もオラチも出た。ってことは、あとはブリー隊長は絶対入ってる。せーの、トン。雷蔵、雷蔵だね。飛来神入ってないのかね。飛来神は、第2弾のパックかな。続いてドン。豪華すぎるでしょ。 え、これ、スーパーレアだよね。うわー、これ絶対勝てますよ。絶対勝てますよ。絶対勝ってる。これ、スタートパック勝てない人に勝てない。で、これで、多分、終わり。どうしよう、ラインナップ見よう。やっぱやめよう。ブリー隊長 USO、 これは USO ってレアなのかノーマルなのかわからん。続いての2枚は同時にいきます。ブリー隊長と何、シシマルかわいい、そしてブリー隊長。なんかアニメのブリー隊長の顔だよね。アニメのブリー隊長ってあんま本物と似てないなみたいな。目元がちょっと違う気がするね。ちょっと見ましょうか。ほうほう、レアとかスーパーレアは書いてないんだ。書いてあればいいのにね。でも待てよ、 USO とか、あ、でも USO 体が光ってるからレアかな。みんな体光ってないもんね。多分これはレア。多分ね。あとは、じゃあちょっと、中に入ってたカードは、はい、チャートまとめましたよ。こちら、イベントカードは、100レースに行く9ということで、こちら、ウィスパーとケーターをぶん殴ってるあのシーンですね。あの、人任せ人のシーン。多分。そうだと。で、続いてはノーマルカード、ブンブンドリ、道草め、かけろう、座敷わらし、からかさお化け、雷蔵、コマさん、ブリー隊長、シシマル、ジバニャン。で、続いてはレアカード USO だけです。 あとはスーパーレア、キュービー、ダイヤニャン、オロチの計1,2,3,4,5,6,15枚入ってます。3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、 やっぱ15枚だ。見ちゃったもんね、うん、さっき見たわ。あ、でもカード15枚ってちゃんと表紙に書いてあった。立てかけられる、どうでもいいか、立てかけられた。うん、すごい豪華な第1弾とは比べてはすごいね、ラインナップで。これ強くなりたいよって人はぜひこれおすすめします。
では今回はこちら、妖怪ウォッチ取り付けカードバトル第2弾のスタートパックのご紹介でした。ちょっと言い直します。妖怪ウォッチ取り付けカードバトルスタートパック取り付け祭り第2弾を買っていました。こちらはすごいね、豪華な、あのあれですごく良かったです。あれってあんま説明できないけどごめんなさい。では皆さんもぜひぜひ買ってみてください。バイバーイ。じゃんけんぽいパーでした。またね。ちょっと長すぎちゃった。